こんにちは。ファッションウィークのパリに来ています。今さっとお化粧したんですけども、これからはねヘアメイクの方が来てくださって、もう一度ねちゃんとしたメイクと、そして髪型をねセットしてくださるということで、準備しております。で今回ですね、見てください、このあーかわいいお花、お部屋にお花が届いておりました。ディオールさんのパリコレのご招待いただいて、こういったね素敵な花と、あとまだ開けてないんですけど、お部屋に届いていました。これは招待状と、なんか箱が2つありますね。開けていきます。パリコレは以前、私が2017年だったと思うんですけども、立ち上げして次の年かな、その時にね9月のショーは呼んでいただいて、1回だけ経験したことがあるんですよ。すごい、ちゃんと名前が入っております。これをね紹介状にね持っていくんですよ。あー楽しみだな。あのこう素敵なね、こう人がこうファーッといてね、カメラ持ってる人もたくさんいて、独特の雰囲気なんですよ。こんな感じで招待状があります。時間と会場が書いてありますね。そしてこの招待状と別に、これなんかお手紙かな、入っております。ちょっと読んでみようかな。あ、すごい、2023年2024年のオータムウィンターですよっていうね、ちょっと案内ですね。でこういうのが入っておりました。あと箱の中身ちょっと開けていきますね。ここは違うホテルなんですけども、ユールさんはいつもプラザアテネに、ホテルを取って、日本人の方とかね世界中の方がそこに泊まられております。今回そちらはヒカルママに泊まってもらって、私はそっちのね、ちょっと違う近くのホテルを別で取っております。わーこれ、わーかわいい、レオパード柄の大きなポーチですね。これすぐ、今からすぐ使えそうですね。あ、これはこれはもしかして私が YouTube で紹介したやつかもしれないですね。これ見たことあるわ、お家で。あら、ああ一緒でした、一緒でした。もう一つもらっちゃいました。この001はこれすごく可愛くて、今回ねやっぱ重いのでコンパクトなアイシャドウを持ってきたので、家で眠っておりますが、こちらありがとうございます。そしてこのポーチ、じゃあこれコスメなんですね。コスメのラインから出るポーチなんですかね。そしてこの、うわこれ結構重たい、重たいです、重たいよ。どこから開けるんだ、え、これ本当重たい。あ、蓋がパカ、これを持って帰るの、ちょっと大変。よいしょ、これねあれですね、本ですね。うわー、これはちょっと重たい。でもせっかくなんで、記念なんで、カバンに入れてね持って帰りたいと思います。そして今回のショーを見るこの格好は、コーディネートはこんな感じです。これは仕事でも使ってますね。すごくね生地をたっぷり使っていて、かわいいドレス、ワンピースかな、ドレスです。で靴はちょっとね寒いんですが、こういうちょっとパンプスを合わせております。でベルトはこの太ベルトをね合わせて今季っぽくしております。それではこれからメイクに行ってきます。お部屋にメイクの方がいらっしゃいました。やっぱりスキンケアもディオールを持参されてるんですね。今ねテーブルがないんで、仮設のヒカルママのスーツケースの上で広げてます。美容師さんも来てくださって準備されてますが、テーブルがないので仮設でいろいろ準備していただいております。どうしようかな、私はアップにしようかなと思って、なんかね風が吹いたらさ髪の毛がさ、そうそう、だからアップかハーフアップかなと思ってて、一日だからねメイクができてきました。すごい、なんか髪の毛も外国の女の子風ですね。ゴージャス、ゴージャス、
どっちの方、今こっちの方が横に広がってるんですよ。こっちの方がラウンド。どっちの方が好きですか？こっちだろう。そっちが。じゃあそっちだよ。ほとんどお任せで進んでます。私もメイクをしてもらいました。これを使っているアイシャドウも全部ディオールでした。で、今回はあまりゴージャスなメイクになりすぎないように茶系をベースにして、でシンプルなんですけど、ちょっとね目元を跳ね上げてもらってアジアンビューティーに見えるようなメイクにしてもらいました。ハイヤーで会場に向かいます。ホテルから会場はだいたい車で10分ぐらいの距離でした。ここはコンコールド広場の隣のジュエルリー公園というところで、こちらでファッションショーが今回ありました。 ID チェックをして会場に入ります。では早速中に入っていきたいと思います。こうやってね、会場の前にはたくさんの一般の方も訪れていて、インフルエンサーとか有名な芸能人の方もたくさん来ているので、こうやってね出待ちをされています。では会場に入っていきたいと思います。で、このロゴのところなんですけども、ここがフォトセッションできるスペースになっていて、皆さんこちらで写真を撮られています。いよいよメインステージに行きたいと思います。あの右手からモデルさんが出てこられるそうです。すごい、会場が5年前とね全然違いますね。今回はブルーがテーマなんですかね。このインタビューを受けられている方がポルトガル人のジョアナ・バスコンセロスさんで、今回のこの舞台バルキューレ・ミス・ディオールを作られました。せっかくなのでこの前で写真を撮りました。皆さんこちらの前で写真を撮ったり動画を撮ったりされてましたよ。ではいよいよショーが始まります。今回のコレクションは1950年代の再解釈をしたそうで、創設者のクリスチャン・ディオールが選んだフラワーモチーフをまだら模様の生地でメタリックな色を織り込むことで再現したそうです。今回最初は黒が多くて、そしてねこの黒のドレスの後に、カラフルな緑のものや青のまだら模様のドレスが登場しました。最後はこのマリア・グラッツ・キウイさんのデザイナーさんのご挨拶でおしまいでした。とっても感動的なねコレクションでした。ショーが終わった後はディオールの本店に行きます。お土産もいただきました。外はたくさんの人がいて、有名人の方を出待ちする方で溢れていました。一息つきますと思ったらすごい量のスイーツです。さすがフランスですね。ここはディオール本店のカフェになります。そして本店の隣にあるこのラ・ギャラリー・ディオールに行きました。出ました？そうですね、部屋の、まあ、お庭の、あの雰囲気とかはディオールのインスピレーションの一つだからね。こちらは2017年から2018年にかけてパリの装飾美術館で開催されたディオール展を展示しております。とっても綺麗です。そしてこの日のディナーはディオールジャパンの方にお招きいただいて、私たちと、そしてもう一組日本からいらっしゃったご夫妻の方たちとお食事をしました。このねお庭がとっても素敵で、ここはアピシウスというレストランなんですけど、日比谷にもねこちらと同じレストランがあるんですけども、また違った雰囲気でとても素敵でした。このシャンデリアとかね、そしてこのグラスとかテーブルとか、まあ、お店の雰囲気全部ですよね。本当にね夢のような時間でした。食事もとても美味しくて、アラカルトもあるんですけども、今回は大人数ということでコースをいただきました。
まだショーが終わって一夜しか開けていないんですが、こうやって昨日発表された服がすべてトルソーにかかっておりました。今回はこのまだら模様の柄が特徴になっております。私が一番素敵だなと思ったのはこのセンタードレスなんですけども、ちょっとレオパード柄にも見えなくないですね。とても綺麗で、これは絶対に買おうと思っていました。こういった白いものとか、その奥の赤いものですね、まだら模様にはいろんなパターンがあって、この緑と茶色のものもとても素敵で、これも今回購入いたしました。この日の食事はレストランKでした。こちらは何度も予約をチャレンジして取れたことがなかったんですが、今回ディオールさんにお願いして取っていただくことができました。日本人初フレンチ三つ星シェフのお店です。これは全部に使ってるんですか、これとこれ。 So here you have half courses with the black truffle inside. Okay, so it's a really black truffle menu. Four courses with the black truffle, and the main course is a pigeon with black truffle. For the horizon menu, the main course is a wagyu, and after you have the first starter with the caviar and one course with black truffle. Only one course. じゃあホライズだな。これがいいと思います。Of the green apple as a jewel, so a sorbet and just a full infusion of herb rich. For the second part of the sorbet. すごい食感がいいね。バリバリ言ってる。何入ってんの？キュウリですね。へえ。野菜がいっぱい入ってます。サラダみたいな感じ？アボカド。へえ。うん、おいしい。フレンチだけどあんまりバターをたくさん使ってなくて、和食の味が取り入れられてます。おいしいです。ウォルファイ The longest thing from Scotland and this one is smoked with hayBuilt on some Vinchotan charcoal. さて、今回のパリコレ編いかがだったでしょうか。また次回の動画でもお会いしましょう。バイバイ。